こんにちは。絵本作家、イラストレーターの宮本遥です。今喋って動いてるのは自分で描いたアバターです。で、肩に乗ってるのは私のオリジナルキャラクターの羽蔵と言います。今日はお家で家族のことをもっと知って楽しめるすごろくを作りたいと思います。では用意するものです。まずペン、画用紙、サイコロ。サイコロがない場合はトランプの1から6を抜き出して裏向けにシャッフルして取るでもいいですし、鉛筆の一面一面にマジックで 1,2,3,4,5,6 と書いて転がしてもらってもいいですし、もしくはサイコロというアプリがあるので無料でダウンロードして、使ってみるのもいいでしょう。あとは夢と希望を準備してください。ではまず、こんなことがあったら嬉しいな、こんなこと起こればいいのになと思う夢を13個書き出してみましょう。一人で考えるよりもお父さんが4個、お母さんが4個、自分は5個などそれぞれ分担して自分の思う嬉しいなということを書いてみた方がより面白くなります。それができたら今度はこんなこと絶対に起こったら嫌だなっていうようなことを7個。これもさっきと同じようにお父さんが2個、お母さんが2個、自分は3個などそれぞれ数を分けて考えてみましょう。嫌なことはどんなことでもいいです。テストで0点取って叱られるとか、財布を落としてしまうとか、何でもいいので自由に書き出してみましょう。ではそれぞれ、嬉しいなと思うことが13個、嫌だなと思うことが7個、合わせて20個を書き出せたら今度は画用紙に20個のマスを書いていきます。きっちりと 4×5 の20マスを作ってもらってもいいですし、適当な大きさの丸を20個たくさん書いて線で結んでもらっても OK です。ではさっき書いた嬉しいなと思うことと嫌だなと思うことをこの20個のマスの中に書いていきましょう。なるべく、バラバラにいいことばっかり固まったり悪いことばっかり固まらないようにバラバラに書いた方がゲームとしてはバランスがいいです。簡単なルールでいくなら、いいマスに止まった場合はみんなで喜んで、悪いマスに止まった場合は1回休みぐらいのルールでいいと思います。もうちょっと複雑にゲームっぽくしたい場合はコインを画用紙で作っていいマスに止まった時はコインをもらう、悪いマスに止まった時はコインを支払うなど自由にルールは追加していってください。ではコマを作ります。コマは何でもいいんですけども、一番簡単なのは画用紙に絵を描いて半分に折ったらそれだけで立つので、コマになります。もしお家に練り消しがあれば自分で好きな形、ゾウさんでもいいですしウサギでもいいですし、好きな形につけてコマにしてもいいですし、木片でもマグネットでも何でもいいです。お家にあるものを使ってコマにしてください。それでは準備ができたので早速みんなで遊んでみましょう。これは一番基本的な簡単な作り方なのでもっと難しくしても面白いと思います。私は学生の時に友達とよく3人4人集まってこういうことをしてたんですけども、それぞれのいいこととか悪いこととか価値観が見えてきたり、すごくこう自由な発想で面白いゲームを作ったりしていました。これを機に発想力鍛えてお家で楽しみましょう。